こんにちは、ココアです。今日は少し前に沖縄に旅行に行ってきたんですけど、3泊4日で行ってきて、なのでその時の持っていた服とコーディネートを紹介していきたいと思います。はい、ということで久しぶりに大好きな沖縄に行ってきたんですけど、いつも2泊3日とかだったので3泊4日は初めてだったんですけど、今回は結構ホテルステイを楽しむということで、かなりゆっくりした旅行になっていて、なので観光とかは全然していなくて、本当にホテルに行くだけみたいな感じの旅行だったんですけど、その時に持っていたお洋服が結構たくさんあるので、そちらを紹介していきます。で、沖縄旅行に行った時の Vlog も結構たくさん撮ってきたので、そちらの動画もアップされると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。で、今回紹介するのはやっぱり夏服なんですけど、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録と、隣にあるベルマークをタップして、通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょう。では、スタート。はい、ということでやっていきます。今回はパッキング動画とかをアップしない代わりに、こんな感じで着ていったお洋服たちをたくさん紹介していきたいと思います。で、結構沖縄に行って焼けたんですけど、はいなのでちょっと嫌だなって思っているんですけど、着ていったお洋服を紹介していきます。全部ね、今回着ていったのはピンクのお洋服なんですけど、最近は1週間コーデとかコーディネート紹介をできていなかったということで、最近着ているお洋服とかにもなっているので、そちらを紹介していきます。まず1着目が、じゃーん、こういう感じの、これは割と最近購入したバレンシアガのセットアップになっていて、これは行き帰りの空港ファッションということで、飛行機に乗っている時に着ていたお洋服です。家から空港まで行く時と帰りに着てきたお洋服で、帰りの飛行機では結構空港自体、いつも那覇空港ってめちゃくちゃ暑いので、なのでこれは飛行機の中では着ていなかったんですけど、羽田から家に帰るとき寒かったので、その時に着たお洋服です。はい、でこれはこういうバレンシアガっていうロゴがここについている、めちゃくちゃピンクのパーカーとこんな感じで、後ろに大きくバレンシアガのロゴが刺繍で入っている、ちょっと長めのパーカーになっていて、これは割と最近新調したお洋服です。で、中にちょっとかけているんですけど、こういう感じのショートパンツ、こんな感じのショートパンツになっていて、これを下に履いてこうセットで着るっていう感じでセットで着ていきました。これはもうなんか結構割と何着ていこうって決めている時に、これは絶対着ていこうって思っていた服で、こんな感じです。下はすっごい薄めの着やすいゴムになっていて、上は結構分厚めだから、なんか体温調節しやすい感じになっていて、これは現地に着いてからは着ていなくて、行き帰りにしか着ていないんですけど、これをね、着て行ってきました。はい、すごい短めのショートパンツで、下は素足で行ったんですけど、なんか行ったのが春で5月とかだったんですけど、夏とかだともう最初から夏服で行くんですけど、まだ寒いなって感じだったので、一応このあったかいものを着ていたんですけど、やっぱり寒かったのですごいちょうどよかったかなと思います。帰りも結構東京帰ってきてから寒かったので、これを着て帰ってきました。下はこういう感じでバレンシアガのここがついていて、ショートパンツがちら見えする感じに着るとなる感じになっています。上は結構分厚めのトレーナーにパーカーになっています。はい、ということでまず1着目こんな感じの空港ファッションでした。で、続いて空港に着いて、空港ファッションから取り替えた服なんですけど、那覇に着いてすぐ取り替えた服が、まずこの上の羽織がピンクのストライプのオーバーサイズのシャツっていう感じで、結構ダボっとしているワンピースっぽく着られて、お尻が隠れるぐらいの丈感のシャツで、これは結構流行っているかなと思うんですけど、なんか沖縄で結構着ている方とかもいたので、これを着ていこうと思って、紫外線対策としてもいいかなって思ったし、なんか気温があんまり高くなくて、で寒いかなって思って、一応これを持っていったって感じでなんですけど、結構着いたらなんか気温より暑くて、であんまりこれは着ていない、1日目に着ていたお洋服という感じです。なので1日目の Vlog でこれを着ている様子が出ているかなと思います。こんな感じの長袖のシャツです。これは
私は羽織として夏は着ているんですけど、それを中に着て1枚で着るっていう着方とか、ベスト合わせてっていう着方もできるので、結構万能なシャツになっています。これはすごいプチプラな YouTube の提供でいただいたお洋服です。ピンクと白のストライプがすごく可愛くてトレンド感もあるシャツになっています。はい。で、色がすっごい可愛いピンクの色味になっていて、すごいお気に入りのお洋服で、これを上に着ていったんですけど、結構薄めなのでそんなに暑くなくて風通しはいいお洋服なのでちょうど良かったかなと思います。で、この下に結構私がしているファッションなんですけど、まずこんな感じの上にディオールの T シャツを着ていました。なのでこれ1枚で着ると結構シンプルなんですけど、これ上にシャツを羽織ることで、このピンクと色味がすごい合っていて、ここだけちょっと見えてディオールっていうのが分かって可愛い T シャツになっています。これはなんか結構前から持っていて、でずっと着ていなかったんですけど、これに合わせたら可愛いって思って着てみたらめちゃくちゃ可愛かったので、これを中に着て行ったっていう感じです。最近結構お気に入りのコーデになっています。で、白のシンプルな T シャツ、これ1枚で着ても可愛い感じで脱いだりすることもできる感じになっています。はい。で、下に結構いろんな方が合わせているような合わせ方なんですけど、このデニムの白のショートパンツを、これをさっきの T シャツをインして着るっていう感じの着方をしていました。これは東京でもしている着方で、こんな感じのダメージ加工になっているパンツです。で、ちょっとこれはなんか去年から持っていたんですけど、今年痩せてちょっと緩くなったので嬉しいなって思ってるパンツです。こんな感じでデニムのダメージが見えてインしても可愛い。で、なんか沖縄だとお腹を出したいなって思っていたんですけど、結局出さずにっていう感じで、普通の T シャツをお腹出すようにへそ出しできるような着方があるんですけど、こんな感じにしたいなって思っていたんですけど、流行っているしシャツを上から着てるからお腹出してそんなに気にならないかなっていう感じで、あんまり露出が高いと気になるかなって感じなんですけど、そんな感じで着たいなって考えていたんですけど、なんかそこまで暑くなくて普通に着ていました。で、このデニムのショートパンツも去年 YouTube の提供でいただいたプチプラのショートパンツです。はい。で、これを1日目に着ていて、それっきり着ていない感じです。で、下の靴も後で紹介するんですけど、靴下はほとんど履いていなくて行き帰りだけ履いていたって感じです。ということで、1日目に着ていたお洋服こんな感じでした。では次のお洋服、私は旅行に行くときはホテルで着る服っていうのを必ず持って行っているんですけど、ホテルで着ていたお洋服が、じゃーん、これも割と最近買ったモスキーノの T シャツと、あと中に入っているスカートのセットアップなんですけど、ほぼホテルにいるときはこれを着ていたっていう感じなので、3日間ホテルで着ていたお洋服になっています。すごい楽ちんでカジュアルな感じで、なんか可愛らしい感じがあって、モスキーノのロゴがあって、こうクマがついている、結構短めの T シャツ、薄めの T シャツで涼しい感じなんですけど、結構ホテルは中が寒くて、なのでこれだとちょっと寒く感じたんですけど、クーラーが効いているところだと寒かったんですけど、こんな感じのものを持っていきました。後ろはシンプルな感じで、ピンクの色味も可愛くて気に入っているセットアップで、下のスカートがこんな感じのウエストがゴムになっている、ここにモスキーノのロゴがついている、裾についている短めのスカートで、これをインして着るっていう感じの着方がめちゃくちゃ可愛くて、これを着ていました。ウエストがゴムだから、たくさん食べてもビュッフェとかでたくさん食べても大丈夫っていう感じのスカートで、両方ともピンクでセットアップになっています。下がスウェット素材なんですけど、上は薄手の T シャツ素材になっています。これはもう Vlog でたくさん着ているのが見れるかなと思うので、ぜひ見てみてください。はい。ということで、ホテルで着ているお洋服でした。これは多分これからホテルに泊まる時とかもたくさん着るので、たくさん動画でアップされるかなと思います。結構買った時からホテルで着たいなと思っていた
お洋服でこれを着ていきました。もちろん普段使いも可愛いかなって、真夏とかにいいかなと思うんですけど、こんな感じでホテルで着たお洋服になっています。すごいカジュアルな感じ。はい、ということで続いては2着一気に紹介するんですけど、ちょっと似た感じで、じゃーん、こういう感じの、これは去年ディオールで買ったビーチウェアっていうくくりのコレクションで買ったものなので、これは沖縄にいいんじゃないかなと思ったので、これを2着持っていきました。で、まずこれはもうめちゃくちゃ去年から着ているんですけど、こういう感じのちょっとタオル地っぽい水着の上から着られるワンピースになっていて、 CD っていうシンプルなピンクの、結構濃いめのピンクのミニのワンピースになっています。これはもう1枚で着ていると絶対可愛いワンピースで、これはハレクラに泊まったんですけど、その時とかに着ていたワンピースです。なんか持って行った服はいつ着るっていうのは決めていなくて、その行ってからこれ着たいなって思った服を着ているっていう感じで、なので1日1着着るっていう感じじゃなくて、なんか1日の間に着替えとかしてっていう感じで、結構ローテーションして着ていたアイテムになっています。で、全部で6着ぐらい持っていったんですけど、それをコーディネートはそのまま決めていって、それをローテーションして着ているっていう感じでやっていました。はい、これはこういうシンプルなピンクの1枚で着ると可愛いワンピースです。これはビーチウェアなのですごいぴったりかなと思います。で、あと同じコレクションでこんな感じの、これも水着の上から着られるこういうタイダイっぽいワンピースになっていて、これはねすっごい薄めなので結構着ると透け感がある感じのワンピースで、下がフリンジになっていて、で、切りっぱなしみたいなデザインの T シャツワンピースみたいな、めちゃくちゃテロンテロンの薄いものなので、すごい涼しく着られるワンピースになっています。で、これも水着の上から着られるタイプになっていて、ここに CD っていう風になっていて、これはなんかさっきのものとは違うちょっと薄いピンクで可愛い感じになっています。で、後ろはこんな感じです。で、これに最初の方に紹介した中にこのデニムのショートパンツを合わせて着ていました。これ1枚だと透けちゃうので、そういう感じの着方が可愛いので、そんな感じで着ていました。はい、こんな感じでディオール2着持って行っていました。すごい薄いので汗とかかかなくて着やすいワンピースになっています。で、これも全然東京で着ているんですけど、こういう風にフリンジになっているデザインがちょっとリゾートっぽくて可愛いワンピースです。なんかワンピースっていう風にも見えるんですけど、ちょっと長めの T シャツみたいな感じのデザインになっています。はい、ということで続いてお洋服はこれでラストなんですけど、じゃーん、これもなんかリゾート地に着ていったら可愛いなって考えていた去年買ったワンピースと中に合わせている T シャツなんですけど、これは別々のもので私が合わせたら可愛いかなって思って着ているものなんですけど、まずクロエのロングのワンピースになっています。で、後ろがすごい可愛くて、こういう風にリボンで自分の好きなように結ぶことができるワンピースになっていて、結構ロングの足首よりちょっと上ぐらいのワンピースがリゾート感があって、で、すごいピンク、全体がピンクっていう感じで、裾がこういう風にフレアになっている、ティアードっぽくなっているワンピースになっています。これは T シャツとか着なくても可愛いかなと思うんですけど、私は T シャツを着て着るのが好きなので、こんな感じで合わせて着ていきました。で、中に合わせる T シャツは白でもいいかなと思うんですけど、それだと普通になっちゃうので私はピンクで合わせて着ています。で、このピンクは自分のオリジナル T シャツ作ってもらったやつで、ちょっと隠れちゃっているんですけど、こういうダボっとした T シャツなので、私はこの袖を折って何重かに折ってこれは着ていました。これは最終日とか春下りの朝食の時に着ていたワンピースです。こういう薄めのピンクの T シャツにこういうピンクのワンピースを合わせて、中の柄が見えないのでちょうどいいかなって思っています。後ろから見てもめちゃくちゃ可愛くて、前から見ても可愛いワンピースになっています。この T シャツの色味がめちゃくちゃ好きな感じなんですけど、
そういう感じです。ロングワンピースは1着持っていきたいなと思っていたので、これを持っていきました。はい、ということでお洋服持っていたものはこれで以上なんですけど、あと小物とかも紹介していきたいと思います。まずは帽子なんですけど、帽子はいつも麦わら帽子を持っていているんですけど、今回持っていった服にはちょっと合わないなって思ったので、このディオールの、これは結構前に買ったキャップなんですけど、これを持っていて少しだけ被りました。こんな感じの全体にディオールっていうロゴが入っているピンクのキャップになっていて、今回は全部ピンクのお洋服を持っていったので割と合わせやすい。ディオールのお洋服も結構持っていたので合わせやすいキャップかなと思ってこれを選んで持っていきました。後ろは調節できる感じの淡いキャップです。ガーリーな感じにこれを合わせるとガーリーすぎず可愛くなるものなんですけど、これを持っていっていました。で、リップはこんな感じの結構明るめのカラーで、キャシードールっていうティントなんですけど、これをつけていっていました。赤っぽいピンクっぽい感じのカラーなんですけど、これをつけて写真を撮ったりしていました。これはちょっとつけるだけで、本当にチョンっていう感じでつけるだけでよくて、あんまりつけすぎると濃くなっちゃうので、本当にちょっとだけつけているっていう感じで、私は唇の色がないのでちょっとだけつけている、血色良くなるようにつけているっていう感じでこれをつけていました。最近気に入っているティントになっています。で、マスクがこの2個持っていったんですけど、最近気に入ってめちゃくちゃ使っているシナモンくんとキティちゃんのマスクです。こっちがちょっと青っぽい薄い青で、こっちはもう本当に結構濃いめのピンクのマスクになっていて、サイズ感とかもちょうど良くて、で色とかもすごいお洋服に合って、このキャラクターのデザインがついているんですけど、ここがすごい可愛いなと思っていて気に入っているマスクで、この2個を持っていて、で結構海とかに行くかなって思って、濡れるかなって思ったので、すごい多めに持っていってこの2つをつけていました。こっちのシナモンくんをつけていることが最近は結構多いです。ピンクのお洋服が多いので、ピンクすぎるなっていう時に、このマスクは水色をつけてっていう感じで、割と血色もよく見えるので、この2つを持っていって使っていました。黒いマスクとかも持っていったんですけど、全然使わなくて、あと結構少し前にポケモンのマスクを使っていたんですけど、それは最近全然使っていなくて、この2つをずっと使っています。結構ね、つけていると可愛いって言われることが多いので、おすすめの、あんまり使っていなかったんですけど、最近使ってお気に入りのマスクを持っていてつけていました。で、あとバッグなんですけど、バッグは沖縄に行った時には全く持たなくて、一応無地のレディディオールを持って行ったんですけど、一回も使うことなくずっとキャリーに入れっぱなしになっている状態で、なので結局バッグは何も使わなかったので今回は紹介しないです。あとは靴なんですけど、まずビーチサンダルとサンダルだけ持って行って、普通のスニーカーとかは持って行かなかったんですけど、ずっと沖縄に着いてからはビーチサンダルを履いていて、まずこのタレクラニの前にもらった、今回も泊まったんですけど、ビーチサンダルを持って行っていました。このタレクラニのサンダルは履きやすいし、すごい色味が合わせやすいっていうのもあって気に入っているんですけど、これを合わせて履いていました。あんまり合わせて履かないかなと思うんですけど、今回行った時ももらって帰ってきて、結構これが汚れちゃったので普段用ということでこれを履いているんですけど、これを沖縄でも履いていました。ハレクラニに行った時はもうこれをずっと履いていてっていう感じで、すごい合わせやすいので普段使いにもいいのでおすすめです。これを私は気に入って履いています。夏はビーチサンダルめちゃくちゃ履きやすいって思っていて、結構愛用しています。夏はビーチサンダルばかり履いています。で、あと去年買ったリパエマっていうブラジルかな、確かブラジルのブランドのビーチサンダルなんですけど、こういう感じのハートのモチーフがついているビーチサンダルになっていて、これはいろんな色があって、薄いピンクと買うとき悩んだんですけど、この濃いピンクを買ってこれを沖縄に履いていたっていう感じです。ここがこう履きにくいのかなと思うんですけど、そんなに履きにくくなくて、すごいこのハートが可愛くて、いろんな服に合わせられるので気に入っている靴なんですけど、これを履いていきました。ここにもロゴがついていて、そう、このビーチサンダル、イパネマっていうブランドなんですけど、沖縄に結構売っているのを見かけて、で今回行ったら違う色欲しいなって思っていたんですけど、あんまりなくって見つけられなかったので買ってきていないんですけど、これをね履いていっていました。
それは結構東京でも履いているビーチサンダルです。2つビーチサンダルを持っていきました。で、ハリクダニのビーチサンダルはもらえるって分かっていたんですけど、2泊目に泊まる予定だったので自分のも持って行ってって感じで1泊目に履いていた靴になっています。ビーチサンダルをいつも履いていたんですけど、思ったのが、なんかマリンアクティビティとかするときはゴムのマジックテープになっている脱げないようになっているサンダルを持っていったらいいなって思ったので、それをなんか買いたいなって今思っています。この2足を持って行って、同じビーチサンダルなんですけど、その日のコーディネートに合わせて使い分けていました。こっちのハリクダニはピンクすぎるなっていう時にコーディネートが抑えられて使っていた靴になっています。あとこれは一泊目に泊まったホテルの琉球ホテル&リゾートのクラブラウンジアクセス付きの部屋限定でもらえるビーチサンダルなんですけど、これをね、一泊目は履いて、で、めちゃくちゃなんか、ハリクダニのビーチサンダルより履きやすくて、重さとかも結構ちょうどよかったので、これを持って帰ってきたって感じで、これもホテルの中で結構履いていました。こんな風に、今、ジップロックに入れているんですけど、ホテルのロゴがついていて、これと、バッグ、ビーチバッグみたいなのが、なんかセットで置いてあってもらえるアイテムなんですけど、これを結構ね、履いていました。この、履く部分まで柄が入っていて、めちゃくちゃ可愛いです。ハリクダニにも色味が可愛いんですけど、これはこういうデザインがすごいしっかりあって、可愛い。割と新しい、去年ぐらいにできたホテルに泊まったんですけど、ずっと泊まりたかったホテルで、こんな感じのビーチサンダル履いていました。あとこれは行き帰りにしか履いていない靴なんですけど、アルマーニで去年買ったこういうラメが中に水で入っている動くラメになっているんですけど、こういう履きやすいスライドサンダルっていうのを持って行ってたんですけど、これは行き帰りの時だけ履いていた靴になっていて、もう去年からめちゃくちゃ履いているのでちょっと汚くなっちゃっているんですけど、白ででちょっとピンクが入っていてラメがあって、結構合わせやすい靴なので、どんな服にも合わせやすいと思ってこれを持って行っていました。結構サイズが大きめなのですごい履きやすい靴になっているんですけど、これを持って行っていました。結局あんまり使わなかったんですけど、ここにちょっと見えにくいんですけど、アルマーニのロゴが入っている、でもめちゃくちゃ愛用している靴なんですけど、どの靴を持って行こうか悩んでいて、で結局これを持っていたって感じです。はい、ということで持って行った靴はこれで以上です。はい、そして持って行ったサングラスは今回ほぼ使わなくって、この2つを持っていたんですけど、ちょっとあっち側の景色が見えちゃうのでこんな感じでちょっと変な感じで撮れているんですけど、まずこの、これはトムフォードのサングラスで、ちょっとミラーっぽくなっているピンクのサングラスと、レイバンの薄いレンズのこういうサングラスなんですけど、この2つを持っていきました。使い分けて使おうと思っていて、でいつもこの2つを沖縄に行くときは持っていっているんですけど、持っていったものになっています。どっちもピンクのサングラスになっています。いつもは結構サングラスかけているんですけど、今回はなんか付け忘れていて、もう全然使っていない感じだったんですけど、これを持っていっていました。いつも薄いレンズのものとちょっと濃いめのものを持っていっているっていう感じで、これはなんかなかなかかけにくいので、リゾート地とかに行くときだけ使っているサングラスになっています。そしておまけということで、持って行ったパジャマは一着だけ持って行ったんですけど、このクレヨンしんちゃんのセットアップ、ショートパンツと上っていう感じで持って行っていました。多分パジャマが映っている映像はないかと思うんですけど、こんな感じで最近旅行に持って行っているパジャマになっていて、これ薄めのテロンテロンのパジャマが良くて、なんか裏地とかもついていないパジャマを必ず旅行に持って行っているんですけど、最近新しくしてこのずっと同じの使っていたんですけど、クレヨンしんちゃんの旅行にはパジャマを持って行っています。これの長袖長ズボンもあって、それは冬用に持って行っています。はい、ということでパジャマこんな感じでした。ちなみに色はいろいろあるんですけど、私はザ・クレヨンしんちゃんという感じでグリーン着ています。はい、ということでこんな感じで沖縄旅行に持って行ったお洋服や小物の紹介でした。今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ということで今回は沖縄旅行に持って行った
お洋服を紹介ということで、お洋服の他にも靴だったり小物とかも紹介してみました。これを全部持って行ってローテーションして着ていたっていう感じだったんですけど、帰ってきてからこんな感じで紹介をしてみました。1週間コーデとかは前までは結構やっていたんですけど、最近は全然アップできていなくて、なのでこれを見て最近のコーディネートだったり着ているお洋服を知っていただけたら嬉しいです。でちょっとずつ Vlog とかでも着ているお洋服とかは見れるかなと思うんですけど、今回はこんな感じでいろいろ紹介をしてみました。全部紹介したものは本当に全部着てっていう感じで、持って行って着ないものとかもたまにあったりはするんですけど、今回は全部これを着ていました。で旅行に行く時とか持っていくお洋服は写真映えする写真用にたくさん持っていきたいって思っていて、そのホテルのコンセプトに合っている感じだったり、写真映えするお洋服を持っていっているんですけど、これでたくさん写真を撮ってきました。晴れ下りとかだとブルー基調なので、ブルーのお洋服を持っていこうかなって思ったんですけど、今回はピンクでまとめてこんな感じで行ってきました。で行った時にコーデの動画を撮りたいなと思っていたんですけど、結構ゆっくりした旅行にしようと思っていたんですけど、意外とバタバタしていて撮る時間がなかったりとかしたので、こんな感じで後から動画を撮ってみました。で結構たくさん枚数を持っていったんですけど、荷物は結構たくさんで行ったんですけど、あんまり荷物の軽量化とかは気にせず、たくさんお洋服を持っていったって感じで行ってきました。すごく楽しかったので、ぜひ Vlog の方も楽しみにしていてください。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということでこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。